はい、なんかね、いきなり失敗して俺を震えたっていう。俺も指で一回なくなったんだけど、その後誰かがなくなったみたいで、あ、まだ一回余裕あるなと思っていたうちに終わったっていう。ぎょっとしたっていう。え？っていう一応。まあ基本の通りに動けばいいとは思うんだけど、基本通りに。シャマルガマラは後ろの方で戦うとか。メルゼラはね、久しぶりすぎてね、動きがね、わかんないけど、まああんまり、尻尾攻撃に気をつけるとか、なんか基本通りやればいいけど、いいと思うけど、多分、メルゼラ忘れてる人とかいるかもね。結構、あれ、何これ。これってデフォルメスとか一体いつ来るんだろうなと思いながら いつも思うけど、運が悪いよな。まあいいんじゃない、気楽に。あれ？え？どこボタン？どこボタンかわけわかんなくなって。後半のイベクエはなんか、エゼラを慣れてねえのかわかんないんだけど、やられるんだよね。あれがまだも地味にやられて、僕以外のやられた人の後になんか終わってんですよ、実態が。ほっとするんですよ。あ、助けてほしい。ほらよ。人をもらいたいとこだよな。人をもらいたいとこだよ。で、俺よ。お前、土閉じねえんだ、まず。なんだろう。俺助けない。こういうやつは助けない。こういう自分の位置がああだこうだって言ってるやつって。自分中心のやつは一番助けない。もう、自分のことしか考えてないやつは助けない。こいつは助けない。救助方法はダメだね。こんな岩陰に隠れなきゃ救助できないやつなんかもう助けないわ。ありえねえだろっていう。岩陰必要ねえだろっていうレベルだろ、むしろ。なるべく、遠いんだったら早く救助する方が優先だと思うけど。やばいよね。自分の安全しか考えてないやつは助けないから、もう。助けない。僕はいつも楽しんでやるのだから。チームプレイに反してる場合は心置きなく足りないけど。いつも多分回さないと思うよ、この人。やばいと思うよ。いいんじゃない？みたいにやらせれば俺は知らない。助けない。治療も入れない。普通の人ならね、この気持ちがわかると思うけどね。この気持ちがわかんないけど。逃げ切った、なんとか。危ねえ。よかったね、まず。まあ、一人だけで2台は結構いいペースじゃない。立て続けに続いてないからね。大惨事が。
ただまあ、発電機のとこに行かれるよね。仲間が一応こっち、3人なのかな？来てるから、3代目もつくよ。だからまあ一応、3人のメンバーで、頑張っても救助体制取れるんじゃないかなと思って。とりあえずこいつは助けなくていいから、私はフェンミンとガエラしか助けない。もう危ない。危ない時はやめた方がいいかも。こいつは助けなし。こいつは助けなし。やられて当然。自分が治療の時とかはもうあれなんだもんね。キャンプだと思って助けなくていいよ。キャンプしないけど、この人多分。ここは薄い。キャンプだと思う。ということで助けない。でしょ、この。あと一人。天民は助けないと。あ、これをそろそろつけるか。ここに。あ、でもこいつ、無差別に来んだよな。助けない。絶対来る。ちょっとこれ気に入ったかもね。あれかも。よかった。巻いたけど、うまく巻いたけど。最優先治療。絵では見えてるから大丈夫。が来たらやばいけど。ああ、その辺でもいいかもね。あ、あれがなければいいな。入ってなければ。あ、入ってんだ。まあいいか。ねえ、そんなに来ねえんだよ。この人なんかわかんないんだけど。こんなに露骨なトンネルしないんだよ。間に合えばいい。間に合えばいい。やばいかもね。まあね、ちゃんとね、救助してる人は助けないといけないんですよ。アップケージは岩陰に隠れる、安全なとこじゃないと救助しない、治療しないという恐ろしいことしてるからね。え、フェンミンとかは別に助けに入ったわけでしょ？え、ちゃんと救助に入ってる人は助けないといけない。ガエラフェンミンを助けるけど、アップケージ。そんな怪我もしてないのに。痛いのにあれがボコボコと割れるわ。開かないといけない。開かないといけない。俺のとこで直せる。お、悪いね。最後の1回だから。まだ余裕があると思うんで、あと1回分。さすがにここで俺もミスれないけど。やばいかも。
あぶねえ、ふぅ。ふぅ。しょうがねえな。誰でも。誰だとして。とりあえず、あっちを俺は、執着してるのを振って。魔女スキン人気あるよね。てか、魔女スキンってんの見たことねえんだけど、魔女スキンかなんかのね、その時のイベントのやつをね、あれがなんか入ってんのかなぁ。あ、今やるしかない。今やるしかない。ここ狙われる、ペンミン倒れる前にやんないと。なんかの遅延パークが入ってる。だから、あとの二人がちゃんと機能的に動いてほしいんだよね。やばいね。あとの二人が動かないってことはどうしようもねえのよ。正確に言うと三人が同じところでつけていてはいけないのよ。よほどの切羽詰まっていない盤面では。一人くらいが別なところだ。よし、よっ。二人で治療、高速治療。絶対に、補正させる。補正させる。大事。さっきの岩陰に隠れないと絶対治療しないタップ刑事になっちゃいけないのよ。だって人の気持ち考えれば早く治療してほしいでしょ。うん、人の気持ち考えればね。ああ、厳しいが、俺が一枚こっちに行かないと多分無理なんだよ。この攻めは向こうに全部固まるとダメなんだよね。いないと一気につけれるメリットはあるが、二択にしないとダメなんだよね。なんかあそこで、なんかなってるぞ。なってるぞ。何これ、なんで光ってんの？逆にしないといけないのよ。え、なんで光ってんの今。あっちが、あっちに集中してる、あっちのマークを外さなきゃいけないから遠い位置でつける。2台2台でつけてれば効率が上がるっていう戦術ですね。戦略として。委託にすることであっちがつけれる。委託にしないとダメなんだよ。遠い距離だぞ。よし。完璧である作戦通り。一回。委託だからこそ相手は迷う。委託にする。三人が多分そっちの方に集中してるからね。俺一人が多分こっちに来ないとダメだよ。ターンとして。見えることがならしいか。ごめんなさい、いってください。よし。よし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 。まず。よかったよかった。何より。今日もう勝てないかもしれない。全一戦大切に。よし、イエスっていう感じで。うん？よかったね。一戦一戦大切にやっていく。